見せません、うんね、こうすると見えないじゃない、うん、これちょっとここからです。奇跡の瞬間です。ハートの3、小学生、ん？消えた！何これ？なくなっちゃった。あと入っちゃった。触ってみてください。いやもうツルツルして。注目してください。はい。できました。本当に？できてるんですか？リュウチェンがセイロを乗せた弾と開けた弾は確かに同じにもかかわらず、ショロン島はハート型に変化してしまった。その味は中尾さんのお墨付き。レジェンダー、すごい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 、またまた体験しちゃいましたね、奇跡を、ね、すごかったですけれども、さあ続いてなんですけれども、リュウチェンがですね、はい、今度人気ドラマの主役のあの2人の前に現れます。それではせーの、奇跡の瞬間です。リュウチェン、次なるターゲットはあの人気ドラマの2人、驚愕の奇跡を見逃すな。え、なんで奇跡のターゲットはあのドラマ。続いてリュウチェンが訪れたのはあるドラマの打ち合わせ室。そこにはあの二人が。こんにちは。どうぞ。こんにちは。こんにちは。邪魔します。どうぞ。リュウチェンです。上地雄介と上戸彩が次なるターゲットに。ドラマはお金に関係ある ドラマでしょう。はい、そうです。だから今日は特別にお金に関係あるマジック見せようと思ってます、うん、お金、うん、お金が必要、はい、借りたい、うん、あります、ないでしょ、僕貧乏なんです、ね、私ありますけど、あの100円玉500円玉にあります、いくらでもいいってます素晴らしい。あ、500円玉です。サインしてもらいます。この500円玉に、うん、名前を、はい、これは本物だよ。ここで上戸が持っていた500円玉にサイン。これで世界にたった一つのコインが誕生した。出た、卵、出た、卵、生卵、生卵、うん、よくご飯の中に入れて、うん、はい、うちの朝ごはんは必ず卵かけご飯です、うん、まだ封の開いていない卵、これを使って何が起こるのか。一つ選んでください、取ってください。じゃこれ取ってください。はい、これちょっと普通の卵ということを確認してください。うん、普通のものです。本当に使うのは一つ選んでください。じゃあこれ、それですか。はい、あれダメ、ダメじゃないです。じゃあこれを使います、うん、やるのは、うん、簡単に言うと、うん、このコインをこの卵の中に入れます。え、なんと卵の中にコインを入れると宣言したリュウチェン、本当にそんなことが可能なのか。あ、入ってる、ちょっとちょっと押してください。ちょっと、あ、気持ち悪い、柔らかい感じ、柔らかい、貯金箱みたいな、入ってます、貯金箱だ、貯金箱、まだある、まだ、うわ、もう完全に入ってるじゃん、うん、
入れました。入ってなくなった。あ、入ってる。聞こえますか。聞こえますか。聞こえる。割りましょう。何もないでしょ、うん、見えますか。あ、君の中にゴイドさんサインしたコインを出ます。すげえ。リュウチェンがコインを卵に押し当てるとみるみる殻を貫通。やがて完全に中へと吸い込まれてしまった。割った卵から出てきたのは間違いなく同じコイン。さらに上戸が書いたこのサインにも信じられない奇跡が起こる。こうするとすげえ。なんで？すげえ。なんで？何今何した何した？これもっと変わります。すげえ。なんで？なんと先ほど上戸が書いたサインがいとも簡単にコインから抜け出した。コインは返します。ありがとうございます。いつ？幼稚園だ。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。もはや奇跡は誰にも止められない。リュウチェンが次の舞台に選んだのは世界最大級のチャイナタウン横浜中華街。ここは有名な中華街なんですけど、昔からずっと来たいところなんです。まずリュウチェンが向かったのは、そこは何ですか。まんじゅうだ。まんじゅう大好き。中華街の老舗人気店豚まんの江戸清、ふかしたてのまんじゅうが大人気だ。台湾の夜よしそう。リュウチェンは大好物のごまあんまんをチョイス。いいですか。はい、どうぞ。食べてみよう。一つを。早速店先で出来たてのあんまんをいただくことに。そのお味は。美味しいです。美味しい。いろいろありますね。あ、すみません、一応人気なのは豚まん、エビチリまんが今人気ありますね。全部食べたいけど、いっぱい食べたら お腹いっぱいになるから一回炊けて食べる方法はあります。いよいよ最初の奇跡の瞬間が。まずこのあんまんをワン、ツー、チュッ。